V774104 は2015年にスバル望遠鏡の観測によって発見された太陽系外縁天体である。当時のプレスリリースによると V774104 は2015年11月時点で太陽から103 a u 離れた位置にあり、これは当時判明していた中で最も太陽から遠かった純惑星エリスやあるいはセドナより遠かった。 V774104 は太陽系の最も外側を公転している天体の一つであるとされた。V774104 はセドナや 2012VP113 などと同様に打ち、オールトの雲に属する天体とされた。その他の特徴は正確に分かってはいなかったが、軌道はセドナに似たダ円型で、大きさは500から 1000km ほどとされた。 V774104 は、本来は 2015TH367 の内部符号だったが、プレスリリースの内容からは、同じ学会で言及された 2015TG387 のことだったようである。その後の観測で、2015TG387 の軌道は、ある程度求まっている。2015年11月当時の太陽からの距離は、 約 80AU であり、太陽系外縁天体としてもかなり遠いが、エリスやセドナほどではない。ただし、演実点距離は非常に遠く、演実点距離、軌道長半径、光転周期はいずれも小惑星番号のついた天体では最大である。距離を課題に見積もっていたということは、直径も課題だったことになる。最新のデータでは、 直径3 5 2トルとされている。なお、2015th367 の方は、1年未満しか観測されておらず、軌道は今もよくわかっていない。誤差が非常に大きいため、エリスやセドナより遠い可能性も、完全に否定はできない。ありがとうございます。